どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ本日はですね、心がふっと落ち着くような懐かしい曲いきます。漫画日本昔話オープニングテーマやりたいと思います。こちらはもう大人向けですね。まあこれはそうだと思います、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもできなるべく簡単にできるようにした初心者さん向け簡単バージョン。後半はですね、この曲ものすごいシンプルなんで、ちょっと面白い企画として1番2番3番で弾き方を変えていくっていう感じで、ちょっとリズムの練習も取り込んだ感じの、バージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、聞いたりね、CD 聞いたり、カラオケで歌ったりするのもいいんですけど、自分で楽器弾きながら演奏する、この弾き語りっていうのがもう本当にね、めっちゃ楽しいんですよ。ぜひ皆さん始めてもらいたいんですけど、楽器はやったことないなとか苦手だなという方、いらっしゃるでしょう。ウクレレだったら、すぐできます。弦も4本だし、簡単なんですよね。はい、ちっちゃくていつでも持ち運べるしね、そういうのもいいんですけど、簡単なんですけどね、奥も深いんですよ。なんで、もう始めたらわかりますけど、もう本当に楽しくてハマっちゃいますから、ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん音楽ができるようになっちゃいます。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンのここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、すぐ弾けるようになります。はい。YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られる、ちょっとの隙間時間でもできる。しかも無料でやりましょう。ここにリンクあります。初心者レッスンのここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためた曲、もう900曲ぐらいもアップロードされてると思いますね。いろんなジャンルの曲です。今日みたいに懐かしいアニメの曲とかもそうだし、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和歌謡曲、演歌、夏メロ、洋楽はもちろんあります。ハワイアンもたっぷりあります。そんな感じでもう山盛りです。で、もちろん全部くれるレッスン動画、簡単レッスン動画になってますんで、どんどん音楽やっちゃいましょう。さっきのリンク先のところに行くと検索できてジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、どんどんやりましょう。それでは行きましょう。漫画日本昔話オープニングテーマ、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1 2 3 4 日本昔話オープニングテーマガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーいいですね。なんかこう現れますね。はい、今のはね、本来ね5番まであるんですけど、今2番までやりました。後半のかっこいいバージョンでは、3番までやろうと思いますけど、コード進行はずっと一緒で歌詞が変わっていくだけなんで、どんどん取り組めるんじゃないかなと思います。全部やりたい方、自分でこう歌詞を探して書いていってくださいね。そしたらフルコーラスできますから。で、今テロップと一緒にできるようになった方も書いて、それを自分で書いたものを見ながら演奏するのをおすすめします。その時に参考になるように私のノートを
見ていただこうと思います。ここからイントロ始まりますね。あのメロディーがデーデリ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 って、でここいつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンでこのコード弾きますということで、これはほんのあのかっこいいバージョンでは1個ずつ4つ弾きで1個ずつ弾くよってことですからね。今のは上の段をゆっくり4つ弾きでやりました。この3行がまあ1番でございまして、ここに感想が入るという感じですね。はい、ちょっと一時停止でメモれるかな。これはシンプルですからね。はい、ここにちょっとねタッターと書いてありますけれど、一応言っときますとですね、これ原曲ではねここものすごい難しいんですよ。よくよく聞くとものすごい難しいことやってるんですけど、そこはもうガズレレ理由でもう簡単にアレンジしましたんで、はい、思いっきりやってください。でこれをコード進行のままどんどん回っていくという感じですね。なんでこれが今2番です。でここまでやって今 C で終わったというのが今のシンプル簡単バージョンなんですけど、コード進行は一緒で歌詞が変わります。はい、一時停止でね。でこれからかっこいいバージョンでやる3番もここに一応移しておきます。何回も言うんですけど、コード進行まるっきり一緒で歌詞が変わっていきます。でこれが本来5番まであるというのが原曲の、オリジナルバージョンでございます。はい、じゃあまず出てくるコードをいきましょう。いきます。 C、Am、F、Dm、D7、G7、Em7。 ちなみに D7 は簡単バージョン では出てこないんですけど、まあ一応これ一括りにいつも言ってるやつで、入門コードのグループです。ドン、ガズレレ必須コード。必須って書いてあるでしょ。必須ってことは覚えた方がいいよということでございまして、ウクレレで音楽始めるときにコードを覚えなきゃいけないんですけど、もうねコードっていっぱいあるんですよ。わあどうしようって思うんですけど、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で仲良しで、すっごい助けてくれる、もう本当に頼りになるコードのグループがありまして、そのことをガズレレ必須コードと勝手に名付けております。10個ぐらいあります。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら抑えるのはすごい簡単なんですよ。1本指のコードもいっぱいありますからね。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいる。私が分かりやすく頭にスッと覚えられるように動画で説明しています。ここでリンク貼っておきます。このねガズレレ必須コードはこの動画で覚えるのがいいです。とにかく楽しく面白く気づいたら覚えてるっていうのはいいですからね。ここで覚えちゃってください。その中の今日は 1,2,3,4,5,6,7 個のコードでいきます。はい、じゃあこっからかっこいいバージョンの解説に行くんですけど、これはね解説も何も結構曲自体はすごいシンプルなんで、今日はですね、ちょっと面白いアイデアとしまして、1番と2番と3番やるんですけど、それぞれ弾き方、演奏方法を変えてみようと。そしたらこの世界観がすごく変わるから、その曲のね、肌触りがちょっと変わるところをこう自分、ご自身で体験いただくということで、1番はアルペジオ、2番は8ビートのチャ、3番は16ビートのチャという弾き方でいこうと思います。まず1番のアルペジオ、こんな感じ。これはしっとりとね、表現力、まずこう優しい感じで、2番の8ビートのチャはこれはですね、ぐいぐい前のめりに行くタイプの曲ではないので、ちょっと落ち着いた感じの8ビートのチャがいいと思います。で3番の16ビートのチャはこれです。おおやはい、これですね、漫画日本昔話、今になってよくこう聞くとですね、案外ですね16ビート感があるんですよ。なんで16ビートすごく合います。ただしさっきと同じようにちょっとこうゆったりした懐が大きい感じの16ビートのチャだと思うんですけれども、その3つの弾き方でいこうと思います。あとですね、各、ブロックのところ1番2番3番の各ここの部分のところに見てタターって書いてある、タターここをちょっと、やってみようと思うんですけど、キメが入るということですね。遠い昔の、次ですよ。3、はい。物語。これはね、物語のガタの、このガタでダダッと合わせたい。次のところでいくと、かさじぞー。ここですね。3番でいくと、桃太郎。ここのダダー、これ、入れときたい。で、このダダーの時なんですけど、見てて。パッティングで止められる人はパッパーって止めるのがいいと思う。はい、止められるのちょっと難しい人はダーダーでもいいですけど、はい、一瞬止まったでしょ。これカッティングって言います。はい、つまり今日は1番アルペジオ、2番8ビートのチャ、3番16ビートのチャでカッティングでこう決めを入れるという、この4つの弾き方が出てくるかなということでございまして、はい、じゃあこの4つの弾き方、このリンク先でマスターしてください。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの弾き方動画で解説しておりますので、ちょっと取り組んでみてください。アルペジオは比較的簡単にできると思うんですけど、
8ビートのチャと16ビートのチャ、まず超基本のこのストロークって言うんですけど、こういうリズムのことをね、ストロークの超基本の8ビートというリズムを最初にやってください。8ビートができるようになったら8ビートのチャ、8ビートのチャができるようになったら16ビート行って16ビートのチャみたいな、そういう階段を登る感じでだんだんリズムをこう得得していくのが楽しいところであると思います。はい。でこれね、本当のいろんな弾き方でやると同じ曲なのにね、なんかだいぶ表情が変わるっていうところも自分でこう体感していただきながら、例えばこの歌詞をね、よく見ると面白くて、曲の中にいろんなね要素が入ってるんですよ。かぐや姫だとかね、笠地蔵とか、あと一寸法師だとか、桃太郎とか、そういう昔話の要素も散りばめられてるんでね、なんかそういう昔のイメージを持ってやるのもまたいいと思います。よっしゃ、それでは行きましょう。漫画日本昔話オープニングテーマ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。テーレレ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 レ、昔話ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。3番までやってみまして、それぞれの弾き方でやってみたんですけど、まだねこう肌触りが違うと言いますか、なんかいいですよね。どの弾き方がなんかこう今合ってるかなみたいな感じでやるのも楽しいと思います。まあこの曲に限らずいろんな弾き方で、好きな曲やってみるのもいいと思いますけども、まあこの漫画日本昔話はなぜかこうやっぱり子供の頃見てたからこう懐かしい気分に、ね、浸れますね。はい。皆さん、感情を込めてやってみてください。蘇りますよ。はい。ありがとうございます。さあ、ガズレレのガズ。このちっちゃいウクレレ持って日本中飛び回ってイベントに至ります。そのイベントの最新情報と、この使ってるウクレレ。この情報、ちょっと今ね、ウェブ予約、受注予約販売も、今のところも完売になってしまいました。また次回の予約、すぐ、用意しますんで。今、モジャ君とベトナムとやり取りしています。よろしくお願いします。あと、本もいろいろ出してます。そんなようなガズレレ最新情報、この後ちょっと引っ付けておきますんで、ご覧になってください。あ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、さようなら。ご案内動画、どうぞ。はい、どうも。そういうわけで、ガズレレ .com ホームページをまずはご覧になってください。ホームページとリンク、ここに貼っておきます。何はともあれ、ホームページにみんな出てますからね。で、今ですね、予定されている年内のイベントはもうソールドアウトになってて、ちょっとご案内が難しいと思ってたところに、1個、このメレカリキミカという、エビスガーデンホールでやってる、サザンオールスターズの関口さんが、やっていらっしゃるイベントに、キッズウクレレの、
定期ウクレレの講師としてガズさんへ、選ばれましてというか、もう光栄なことでございます。それにちょっと登場することになりまして、よかったらまた、ホームページ内にご案内、イベントのご案内のところに載ってますんで、ちょっとチェックしておいてください。あとはですね、このウクレレ、今事前予約販売、コンサートはもうちょっと予約販売分も、なくなっちゃったんですけど、現状、ソプラノまだちょっとありますんで、はい、どんどん。ホームページから行ってみてくださいね。あと本出してます。こちらリットミュージックから出てる100曲入りのめちゃくちゃ分かりやすくて簡単で楽しい本です。100曲入りですよ。これがめちゃくちゃ売れてますんで、皆さん売れてるってことは、そんだけ皆さんいっぱい楽しまれてるということでございます。ぜひお手に取ってみてください。あとはこの主婦の友社から出てるガズさんの人生を語っている本というのもありますから、もうどんどんお願いします。音楽はもうここだけじゃなくて、やっぱこっちも大事、ハートも大事ですから、そんなことも触れていきたいと思います。そういうわけでガズさんはね、ブログを書いていたり、サブチャンネル、 YouTube サブチャンネルでガズトークというチャンネルも持ってて、なんか そういうねその面白い話もいっぱいしてますんで、フォローの方よろしくお願いします。さあ皆さん、楽しく音楽しましょう。どんどんウクレレでもう周り巻き込んでね、はい、そんな楽しい人を増やしていければなと思います。さようなら、バイバイ。